クリス・バリーは、イギリスの役者、コメディアン、ナレーター。クリス・バリーは、芸名で、本名は、クリストファー・ジョナサン・ブラウン。イギリスのコメディドラマを中心に活躍しており、宇宙船、レッド,ド・ドワーフ号のアーノルド・ジェイ・リマー役を演じたことで、知られている。1960年3月28日、英軍に勤務する、陸軍士官の子として、 中流先の西ドイツハノーファー氏で生まれ、幼少期にイギリス本国に戻って北アイルランドで少年時代を過ごした。メソジスト系の全寮制学校を経て、ポリテクニックであるブライトン職業大学校に進学して経営学を専攻するが、学位は取得しなかった。ブライトンを離れた後は職を転々とし、やがてモノマネ芸を披露する芸人として、 ロンドンの劇場で活動する様になった。その際に、本名のクリストファーではなくクリス・ワリーという芸名を使い始め、現在に至るまでこの名義で通している。1983年、BBC のコメディ番組でテレビデビューを果たし、いくつかの番組に出演して、同局の制作スタッフであるロブ・グラントとダグネーラーから評価を受けた。1988年、彼らが、 BBC の新しい SF ドラマである宇宙船レッドドワーフ号を制作する際主役の一人であるアーノルド・ジェイ・リマー役に抜擢されこの当たり役で一気に知名度を上げた番組自体も質の高い SF 設定とブラックジョークの組み合わせから高い評価を受け8シリーズが制作されたその中でリマー役として活躍を続けたが例外的に 第7シリーズのミレギュラーから外れている。これはアメリカからの仕事のオファーを受けていたためで、出演後に再び第8シリーズで復帰している。レッド・ド・ワン・フ号ゴーと並行して BBC が制作したコメディドラマ、ザ・ブリトゥス・エンパイアに主人公のゴードン・ウェルズリー・ブリトゥス役として出演、1991年から1997年まで7シリーズが放映されている。 日本語化はされていないが、英語圏ではこちらも代表作として有名である。現在でも、イギリスでは、ベテランの喜劇役者として出演し、活躍を続けている。2009年4月10日、出世作である、レッドドワーフ号の放送開始20周年、記念作品、レッドドワーフ、バックツーアースで10年ぶりに、リマー役を演じた。同エピソードが好評であったことから正式に、 続編制作が決まり、現在は、第10、第11、第12シリーズの制作に参加している。主にイギリスのテレビドラマ、それもコメディ作品への出演が中心であるが、ハリウッド映画への出演経験もある。2001年、元 BBC 出身のサイモン・ウェスト監督から、アクション映画、トゥームレーダーのオファーを受け、アンジェリーナ・ジョリー演じるララクロフトの執事ヒラリー役で、 出演している。2003年、監督が交代したトゥームレーダーにでも同じ役で出演している。近年はナレーターや司会者としての活動も多く、企業のイベントで進行役として出演したり、チャンネル5で番組ナレーションを務めたりしている。2009年に制作されたナショナルジオグラフィックチャンネルのドキュメンタリー番組、クリス・バリーのイギリスの偉大な機械技術では、 ナビゲーターを務めている。もともとは前日の通りコメディアンとして経歴をスタートさせており、現在でも劇場でスタンダアップコメディを披露することも多く、1998年には前衛ツアーを開催している。ありがとうございます。